こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、お金を稼ぐためのマインドセットについてちょっとお話ししようかと思いますけども、先ほどね、舞姫大学の奈美さんから動画が送られてきて、それを拝見したんですけども、同じように私も感じるところがあってね、この知っているっていうことと、分かっているっていうことのこの違いですよね。さらに言うと、知っていることと分かっているってことの違い。さらには、そのね、せっかく分かっていても実行しなければ、意味がないんですよ。お金稼げないですよね。やっぱお金を稼ぐ方法をいくら知っていてもね、それを使わなければ一円にもならないわけですよ。まあですんで、意識して自分の知り、理解したこと、分かったことを実行して行動に移さなければなりません。最初は意識してやる必要がありますけども、そのうちに意識しなくてもできるようになってくるんですよ。例えばお客さん来ていらっしゃいませっていうこととかね、意識せずにやってると思うんですよ。でも、その職場に入ってアルバイト初日とかは、教わったように、あ、お客さん来たから挨拶しなくちゃとかね、お客さん帰ったからテーブル拭かなくちゃみたいな、そんな意識してやることになると思うんですよ。私はね、商売長いことをやっていて、飲食店も長かったんですけども、まあそうなるとですね、我が家、家庭でもですね、その商売の癖って出るんですよ。玄関の掃除とか、トイレの扱い方とか、食事の並べ方とかね、本当に無意識ですよね。いや、それも最初は、どうやったらいいのかなっていうふうに知るところから始めました。そして知った後は、あ、なんでこうするのかなっていう深いところをね、分かることになりました。それは、例えば料理の歴史であったり、接客業の文化であったりってことを理解すると、その中で一番成功性の取れるような知識を使っていくってことになっていくわけなんですよね。さあ、ここまではね、パラッとまとめると、4段階に分かれることが分かると思います。そう。知識っていうのは、まずは知るところから始まって、それがなんでなのかなっていうふうに、分かることにつながっていくんですよ。さらにそれを意識して使っていくことによって、多くの方の信頼を集めたりとか、多くの失敗をしたりとかっていう経験につながっていきますよね。で、最終的には無意識にそれができるようになる、条件反射のようにね、商売ができるようになってくると、自動的に稼げるような形に見えるってことなんですよね。まあ、ですんでね、知る、分かる、無意識に、知る、分かる、意識的にやる、無意識にできる、知る、分かる、できる、できたっていうね、4段階に分かれるんではないかなと思っております。今ね、自分がどの立ち位置にいるかってことを理解すると、あ、このレベルだからまだダメなんだ。このレベルだからまだ、次があるんだっていうふうに思えるんじゃないかなと思いますよね。では本日はそんなとこですかね。じゃあ行ってらっしゃい。